阪神5700系電車は、阪神電気鉄道が2015年に導入した、各駅停車用の通勤系電車。ジェットシルバー5700の愛称を持ち、2016年には、鉄道ともの会より前年デビューの最優秀車両に贈られる、ブルーリボン賞を阪神の車両として初受賞した。本記事では、編成表記を大阪梅田法線当社の車両番号で代表する。 旧型ジェットカーの置き換えを目的として登場した。2015年8月24日に営業運転を開始した。普通軽車両として5500系以来20年ぶりのフルモデルチェンジが行われた。形式としては2010年に5550系が登場しており、5700系はジェットカーとしては13形式目に当たる。車体は急行形の線形を基本とし、 伝送品はグループである、阪急電鉄の1000系、1300系で採用された要素も取り入れ、人と地球への優しさを追求し、サービス工場と新技術などの導入で、環境負担の低減が図られている。その一例として、車両に搭載されているすべての照明器具には、LED が使用されている。試作車として製造された5201系以来、ジェットカーとしては、 約半世紀ぶりにステンレス車体を採用している。列車は4両固定編成で貫通扉を備えているが、並結運転は行わない。本形式では MC 車を 0.5M0.5T 構成としたことで5550系と同様に 3M1T 相当の電動車比率かつ全電動車編成となった。これにより、 改正電力の向上と乗り心地の改善が図られている。4両編成の神戸方先頭車が付随車となっていた5 5 5 0系では、運転士より神戸方面行き列車を運転する際に、後ろから押される違和感を感じるとの意見もあった。5 7 0 0系では同一の MT 比ながら、両先頭車の運転台側の台車が付随台車とされており、 神戸方面域と大阪方面域の両方向の列車で同じ運転間隔となるよう改良がなされている。車体はレーザー溶接で組み立てられたステンレス無塗装構造で環境に配慮している。補修性を考慮し、前面部は普通構成で塗装仕上げとなっている。構造、後方とも線形と共通となっている。前照灯周りは線形と、 共通しているが、新色のカインドブルーを配している。微灯は、車体下部に縦に設置されている。全面ガラスは、熱線吸収強化合わせガラスが採用され、飛散防止中間膜のほか新たに、赤外線カット膜が追加されている。側面窓は従来車より6ミリメートル厚い熱線、吸収強化ガラスを採用し、巻き上げ式のフリーストップカーテンを設置する。側面は、 ドア周りに一気一駅のおもてなしの心と青い地球をシンボリックにイメージした青い楕円のグラフィックを配している。これはドアの位置を容易に把握しやすくさせるとともに普通用車両の優しさを表現している。側面の行き先表示器は関西の鉄道車両では初めて自駅表示に対応している。台車は 新日鉄隅金製のモノリンク式ボルスタ付け台車の FS-581MFS-581T を装着する。1000K や1995年登場の 5500K ではモノリンク式ボルスタレス台車を装着していたが、本形式ではボルスタ付け台車に戻っている。これは普通列車が対比線に入線することが多いことと、 ランニングコストを考慮しての判断によるものである。騒音低減を目的として、主電動機には、定格出力1 9 0キロワットの東芝生前、平時例式永久磁石動期電動機を採用している。制御装置は、イベット素子を用いた2レベル方式の VVVF インバータ制御装置である。これにより抵抗制御車の5001型に比べて、約50%ほど、 消費電力を削減している。補助電源装置は、スイッチング素子にハイブリッドシックインバータを用いた、高効率の装置を両線当社に搭載している。出力が異なる装置を各社2台搭載し、1台停止してもサービス維持のために必要な電力を供給できるよう、M1 社に受け給電装置を設置している。駆動装置は低騒音化を図った歯車と、 風切り音を低減した神経式の TD 継手を採用している。ブレーキ装置はマッサ型回線ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキを採用している。常用ブレーキと非常ブレーキのほか直通予備ブレーキを搭載する。MCM 社の2両を制御するブレーキ受信装置が M 社に搭載されている。常用ブレーキ時は1両単位でブレーキシリンダーの圧力を調整し、 改正ブレーキ作動時は M 台車のみでブレーキ力を負担するがそれだけで不足する場合は全台車均等に補足空気ブレーキがかかるようになっているインテリアデザインは釣り革、座席、床など接続などをイメージした水模様が施されているこれは車内でも一目で普通列車だとわかるようにもなっている全車両に優先席と車椅子 ベビーカースペースを設けており、これらのスペースを明確にするために優先席の表地や吊りカーは緑色となっている。また、車椅子利用者に配慮して横手すりと非常通話装置が設置されている。座席は片持ち式のオールロングシートで出入り口付近のスペースを拡大するために、座席数はこれまでの8席から7席に減少している。 衝突時の二次衝突の軽減効果を狙いそれぞれ2.32席単位で仕切られている。出入口側には大型の袖仕切りを設置している。この仕切りは出入口側に向けて出っ張り、座席側がくぼんでいる構造であり、立脚の腰当てとなる他着席する乗客の肘当てにもなる。第一編成の梅田方先頭車には短時間の乗車に対応して乗降しやすいように、 座面を3 0ト、mm、ル高めたチョインのリシートが試験的に設置されていた。これは第2編成以降本格採用され、第1編成でも4両全車に設置する改造を施した。角、袖仕切りに割り付脚の姿勢保持のためにスタンションポールが併設されている。急停車時や事故などに備えて枕木方向に釣り手が座席間には握り棒が増設された。 背の低い乗客に配慮し、これまでより低い釣り手も設置している。上降扉は2001年以降の製造車両と同様に幅は 1300mm とし、ガラスには UV カットの複層ガラスが採用されている。戸袋への吸い込み対策として、ブロック状の CR 被膜付きのスポンジゴムが取り付けられている。また、 扉の車内側には、車内乗車位置表示板が貼られている。扉上部には、阪急線形と同じ東芝製のハーフサイズ32インチ、LCD 式車内案内表示装置が、各車両3カ所、千鳥設置されている。日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語で表示し、全画面で駅名を表示するほか、静止画、動画コンテンツと運行情報を分割してのに、 画面表示も行う。なお、静止画では、停車駅に近づいた際、その駅にちなんだスポットの画像が表示される。このほか、ドアチャイム、扉開閉予告等と誘導鈴が設けられている。安全性と視認性の向上のために、車外のステップと車内の水切り部に、黄色の識別体を引いている。また、 車椅子の乗降をスムーズにするために、車椅子スペース付近のドアはタイヤの通行部分に合わせて、下レールの一部が切り替えている。空調装置は 24.4kW のセミ集中式クーラーを1両につき2台搭載し、低騒音型のラインフローファンを併用し、体感温度を下げることで、冷房効果を向上させている。暖房装置は角座席下に吊り下げられている。 空調の制御にはマイコン制御方式を採用し、外の天候や車両の状態を加味し、さらに体感温度を考慮してきめ細かく制御される。長時間停車する駅での車内保温対策として、関西の大手施設では初めて各扉に半自動ドアボタンを設置している。運転台は5550系と同様に、モニターと縦横軸併用マスコンを採用している。 増えつつある女性乗務員の操作性を考慮して一部のスイッチとブレーカーの位置が低くなり手掛けや踏み台も設置された。放送装置は ABC 付け増複方式の装置を搭載し放送回路の切り替えモードに加えて車内外同時に放送可能とする機能と乗降促進放送機能が追加された。半自動ドア使用時や急ブレーキ使用時に自動放送が流れる。 列車は MCM 車の各2両のユニットで構成されている。車番は5500系同様、埋め方には奇数の連番、元町方には偶数の連番が付与される。車種構成と搭載機器、所言を示す。SIV は補助電源装置、VVVF は制御装置、CP は空気圧縮機、BT は蓄電池。 2015年に5701編成が落成し、同年8月より営業運転を開始した。運転開始当初は1日4往復の固定運用で、運転時刻もウェブサイトや乗降扉を手動扱いとする駅のホームに掲示されていた。同年12月1日以降は日ごとに異なる運用となったが、2016年10月はブルーリボン賞受賞により、 と休日ダイヤに限り固定運用で営業運転を実施した。以降も増備が続いており、2019年12月には5711、編成が、2020年2月には5713、編成が、それぞれ運行を開始した。この2編成に限っては従来車の置き換えではなく、5500系の向こう側線転用に伴う不足分として投入されている。 この増備により、5700系は4両編成7本の28両となった。ザ・鉄腕・ダッシュの20周年記念企画として、初期に行われていた電車リレー対決の復刻版、滝オブス・阪神電車リレー対決が2015年11月8日に放送され、内出駅にて本形式と時代の5人が50メートル5人の リレー方式で250メートル競争を行った。5500系を用いて行われた1998年以来、17年ぶりの対決となった。2020年4月1日現在の編成を基本に記す。ありがとうございます。